マディ・プライヤー、マドライン・エディット、マディ・プライヤー、ん九1947年8月14日隊は、イングランド出身の女性フォークシンガーであり、スティー・ライス・パンのリードボーカルとして最もよく知られている。プライヤーは、ブラックプールで生まれ、10代で、セント・オール・バンズに引っ越した。父親のアラン・プライヤーは、警察ドラマ、ゼット・カーズの共同制作者だった。プライヤーは、 スティー・ライス・パンのベーシスト、ディック・ケンプと結婚しており、娘のローズ・ケンプも歌手である。息子のアレックス・ケンプは、父親と同じくギタリストで、父親に代わって、スティー・ライス・パンのベースを弾いている。プライヤーは、マック・マクラウゾとのシンギングデュオ、マックマディの一員だった。その後、ティム・ハートと共演し2枚のアルバムを録音した後、1969年に、 スティー・ライス・パンの結成に協力した。1997年にスティー・ライス・パンを脱退したが、2002年に復帰して、以降はツアーに参加している。ジューン・テーバートは、シンギング・リオのシリーズ・スターズとして活動していた。2007年には、ザ・カーニバル・バンドと、2012年と2013年には、ジャイルズ・ルイン、ハンナ・ジェームズとツアーを行った。プライヤーは、ソロアーティストとして、 これらのバンドやいくつかのコラボレーションでシングルやアルバムをリリースしている。彼女はカンブリア州 B キャッスルのアートセンターストーンズバーンを運営しており、そこでは住み込みコースを提供している。ブラックプールで生まれたプライヤーは10代でセントオールバンズに移り住み、そこで若き日のドノバンでエッジやマック・マクラウドとパブ、ザ・コックで進行を深めた。後にマクラウドとのデュオ、 マックマディを結成した。プライヤーは、レバランド・ゲイリー・デイビスを含む、アメリカ人ミュージシャンたちのローディを務めた。彼らは彼女に、アメリカの歌ではなくイギリスのフォークソングを歌うことについて有益なアドバイスを与えた。彼女の父アラン・プライヤーは、警察ドラマ、ゼット・カーズの共同制作者であり、テレビ用に腕をスリング釣った少年を描いた6部作のシリーズ、 ストッキーを執筆した。までが歌ったタイトル曲は1985年にシングルとしてリリースされた。この曲はスティーラ・ライス・パンのアルバムエーレア・コレクション1972から1996に再録された。マック・マクラウドとのマックマディでの短い活動の後、1966年には同じくセント・オルバンズ在住のティム・ハートとの共演を始め、 二枚のアルバムを録音した後、1969年にスティー・ライス・パンの創設メンバーとなった。1980年代初頭、体調不良により、ハートが半引退を余儀なくされるまで、彼らはグループのバックボーンとして活躍していた。プライヤーはタンバリン、スプーンズ、ウクレレを演奏しており、彼女の個々のダンスはいつも軽快なパフォーマンスを提供している。 1974年、ラルフ・マクテルが彼女に敬意を表して、マディ・ダンセズを書き、アルバム、イージーに収録した。プライヤーは、ベーシストのリック・ケンプと結婚したが、その後離婚している。歌手のローズ・ケンプは彼らの娘である。プライヤーは、セッションワークや、自身の曲で構成されるアルバムを、ザ・カーニバルバンドとの共演による中世、西洋音楽から、ブリティッシュ・フォーク・ロック。 プログレッシブロック、トラディショナルソングまで様々なスタイルでレコーディングした。そこには、マイク・オールドフィールドのアルバム、呪文のセッションワークも含まれていた。1997年にスティー・ライス・パンを脱退したが、2002年に復帰。1999年のアルバム、ザ・ジャーニーはマディがまだバンドに在籍していた1995年に録音されたが、4年後にリリースされた。 また、彼女は、デュオ、シリーシスターズの片割れでもあり、ジューンテーバーのキャリアを後押しした。2003年以来、プライヤーは、カンブリア州のストーンズバーンというアートセンターを運営している。アビーレースや娘のローズケンプなどの歌手やパフォーマーたちと協力して、歌、瞑想、料理、パフォーマンスに焦点を当てた滞在型コースを提供しています。他の教師が主催するイベントには、 インド古典舞踊、絵画、ドラムなどがある。プライヤーは、慈善団体、キャンサーリサーチ UK を代表して、キャンペーンを行っている。マディ・プライヤーは2007年5月、ザ・カーニバル・バンドと共に、酒場と礼拝堂のための音楽ツアーに参加した。彼らの作品に、大きな影響を与えた人物の一人である、チャールズ・ウェスレイの生誕300周年を祝った。 2007年8月にはカンブリア州で開催されたソルフェストフェスティバルにレベラーズと共にゲスト出演した。最近のアルバムではトロイド・ドノックリーが共同プロデューサーを務めている。2007年12月にアルバムリンギング・ザ・チェンジズがリリースされた。このアルバムはバンドが書いた曲を集めたものである。2008年マディ・プライアーは BBC の エレクトリック・プロムスに出演した。スティー・ライス・パンは2009年からアメリカ東部、オーストラリア、イギリスでツアーを行った。ジャイルズ・ルーイン、ハンナ・ジェームズと共に、2012年春と秋に2度の英国ツアーを成功させ、2013年秋には3度目の英国ツアーを成功させた。2013年11月と12月、10月に、 テリー・プラット・シェット・卿の同名小説を原作としたアルバムウィンター・スミスをリリースした後、スティーラ・ライス・パントのウィンター・スミスツアーを行った。11月と12月に行われるザ・カーニバル・バンドとの短いツアーでは、キャロルや季節の音楽が演奏され、近年プライヤーの定番となっている。2001年、マディ・プライヤーはフォーク音楽への貢献により、運命を授与された。 2014年にはカンブリア大学から名誉フェローシップを授与された。ティムハートマディプライヤーマディプライヤージューン・テイバーマディプライヤー、ジョン・カーク・パトリックシドニー・カーターマディプライヤー、アンドリック・ケンプマディプライヤー&、マーティン・カーシーマディプライヤー、ガイルズ・レウィン&、ハンナ・ジェームズ・スティー・ライス・パンプライヤーは、ハーク。ザ・ビレッジ・ウェイトから、 タイムまでのスティーライスパンの全アルバムに参加している。その後、プレゼントザベリーベストオブスティーライスパンとそれ以降のアルバムに参加している。その他、ありがとうございます。